まくね。こんにちは、キューピーです。皆さん、マイキさんっていう方ご存知ですか？マイキさんっていうのはめちゃめちゃドラムとかギターとか楽器関係がなんかすっごい人なんですよ。その人たちの曲がちょっと前に太鼓の達人に入ってたんですよ。で、その時にそのマイキさんがその曲をプレイしてる動画が上がっていたので、ちょっとそれを見ながらリアクションしていこうと思います。今回見ていく動画はこちらになりますね。かっこ太鼓の達人、自分の曲なら初見フルコンボできるの、124万回再生、こちらの動画ですね。ちょっと見ていこうと思います。いやー、皆様にね、本日太鼓の達人に収録されることになりました。うん、そう、入ってたね。嬉しいですね。全国これはすごい、マジで。ちょっとプレイするところまで飛ばそうと思います。完全初見でプレイしてたんですね。お、一発で出てきましたよ。言う通りに。すごいですね。太鼓の達人に叩いて、一発目に出てきましたよ。今回存在するのはもちろん、鬼でございます。太鼓難易度。初見でフルコンボしたいところではありますよね。ちょっと一瞬止めるんですけど、この曲普通に難易度で言ったら、ほんと中、鬼は中ぐらい、まあそんなに難しくないんですよね。でも、マイキさんがどれぐらい前かわかんないんですけど、初見でフルコンボってそんなに簡単じゃないんで、ちょっと実力が見れますね、ここで。見ていきましょう。楽しそう。うまい。ちょっと一旦止めるんですけど、いや、なんか、全然危なげのない感じですね。ゆゆうたさんとかと一緒で、もう普通に安心して見てられるっていう。いや、多分本当に太鼓の達人、結構やってる人だと思いますね。叩くときに次の譜面がもう見えてるような手元してて、安心して見てられますね。いや、これはちょっと上手いかもしれない。うまい。余裕だって。余裕なんだ。一旦止めるんですけど、これですね、プレイ見た感じバーナス使ってますね。安定してバーナスを使えてて、もうなんか全然本当にさっきも言った通り危ない気が全くなくてですね、太鼓の達人のプレイにも慣れがめちゃめちゃ感じ取れますね。続いていきます。うまい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 、いや、うまい。今のところもちょっと配置複雑ですよね。でも普通にできてる。うまいな。いや、うまい。いや、うまっ。うまい、普通に。うまなんだ。あ、終わった。おい、これうま。いや、めちゃくちゃ緊張した。ちょっと待って、うまくね？普通に、もう全然ちゃんと太鼓の達人やってる人っていうレベルで普通にうまいですね。普段から太鼓の達人ちゃんとやってる人だと思いますね。ここまでその安定して叩けてるんで。いや、うまいぞ。おお、あ、ありがとうございました。クリアじゃないですか、今回の企画。え？ただ、そうだな、やっぱ。全然すごくないよ。これもっと難しいの。いや、まあ、曲はもっと難しいのあると思います。いや、そうなんですよね。裏があるんですよ。ちなみに、この曲の裏譜面なんですけど、この曲の裏譜面は、
普通に難しい、かなりまだいかないか。でも結構難しい部類にはなると思うんですよね。譜面も自分見たことあるんですけど、ちょっと複雑な譜面とかしてて、これ初見フルコンボどうなんだろう、結構厳しいと思うんですよね。いや、ちょっと楽しみですね。見ていきましょう。あ、クリアか。クリア目指すのかな。だけど、なんだろう、マジで太鼓の達人やってる人っすね。今の配置とか初見でさばくのってもうなんか叩き方、こういう配置が来たらこういう叩き方するっていう、自分はそういう感覚で叩いてるんですけど、そういうのが身についてないとできない、さばけないと思うんですよ。それを普通にできてるっていう、やばいっすね。ちょっと見ていきましょう。ガーナスマッシュ、うまい。え、うまくね。いや、うまい。うまい。うまい。うまっ。いや、うまっ。24分やばい。うまっ。ちょっと何個か解説入れたいんですけど、角カカカカドとかっていう配置って、角って左から左で面叩いてるんですけど、次の面って右なんですよ。これ右か左かどっちか分かんないとか、そういうのが結構あったりとかするはずなんですけど、普通にできてるっていう。で、24分も普通にドドドカっていうのが普通に叩けてるっていう。いやー、これはやばいな。ちょっと続き見ていきましょう。うまい。裏拍の配置の譜面とかも全然アレンジなしで綺麗に叩けてますね。うまっ。ちょっと配置いやらしいな今の。うまい。やばいやば。うまっ。むずかの譜面。いや、うまい。うまっ。いや、マジでうまい。いや、配置いやらしい。マジうまい。うまいな。いや、マジうまい。いや、頑張れ頑張れ頑張れ。うまい。うまい。うまい。プレイは全部見てきたんですけど、いや、うまいっすね。これ本当に結構真面目にうまいですね。なんか今まで見てきた人の中でヨミンさんが一番うまいとして、その次ぐらいにうまいと思いましたね。慣れてる、もう慣れてる動きで、安心して見れる動きでさばいてたんで、もう本当に多分前鉢とかを用意して、じゃあこれからじゃあこの譜面ちょっと本気で狙ってくださいとか言っても全然、あ、できますよみたいな、あ、わかりましたって多分何回かやってフルコンボできるっていうレベルではあると思います。やっぱドラムできる人って太鼓の達人もできるのかな。すごかったですね。じゃあご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。いや、他にもね、紹介してほしい人いたらぜひぜひコメント欄に書いていただけるとありがたいです。じゃあご視聴ありがとうございました。